さあ、ミュージックスパイス、こんばんは、松岡拓也です。早速ですが、メールをご紹介しましょう。ラジオネーム、愛知県夏穂ちゃんからです。松岡氏、こんばんは。バースデーライブツアー、友達と名古屋参加したよ。会うのが、サーザンダギーの最後のシングル以来だったから、覚えててくれるかどうか心配だったけど、覚えてくれてたから安心したよ。トークも楽しくて、ずっと笑いっぱなしだった。T シャツ着たまま電車乗ったから、いろんな人にジロジロ見られたけど、秋のライブは学校があって行けないけど、応援してるね、頑張ってね。自分の誕生日が8月8日だから、松岡さんから少し早い誕生日プレゼントをもらえた気分でした。幸せの時間をありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。はい、ありがとうございます。夏穂ちゃんもね、8月8日が誕生日ということで、4日前か、おめでとうございます。そしてバースデーツアーに来てくださった皆さん、ありがとうございました。今日はね、ツアーの話をたくさんできればいいなと思ってます。はい、それではミュージックスパイス、今夜はツアーでも歌ったこの曲からスタートしたいと思います。松岡拓也で時。はい、ミュージックスパイス、この時間は松岡拓也がお届けしています。さてさて、オープニングの続きなんですが、今月の初めに行われた松岡拓也のバースデーツアーについて、どの番組よりも詳しく詳しく振り返ってみたいと思います。まず7月29日に大阪、7月30日に名古屋、8月1日に東京、8月2日仙台と回ってきたんですが、まあ、8月1日は僕の誕生日ということで、その近辺にライブツアーをやろうということになってやったんですが、まあそうですね、やっぱ僕24歳の誕生日になるまでに一つできないというか、まあ、チャレンジしたいなと思ったことがあって、まあ、皆さん、来てくれた皆さんは知ってると思うんですが、ギターをね、練習しまして、あのステージで披露したくて練習して、初めは正直な話、まあね、まあ今とりあえずバースデーツアーが終わったから言いますけど、最初はギターやんの無理無理って思ってたんですよ。最初は心の中で本当にリアルに、無理やし無理やしみたいな、触ったこともないのに、その1ヶ月でできるわけないやんみたいな、いうのが本音で、まあでももうやらざるを得ない状況まで追い込まれたっていうか、もうギターも用意されてたんで、レッスンの日程も決まっててみたいな、あ、もうこれガチでやるなと思って、冗談じゃなかったんだと思って、でもそんないきなりこんなと素人にか弾いて大丈夫なのかみたいな不安がありつつ、まあレッスンに通い、あのまあね、本当に触ったことないから、まずコードからなんかギターのその名前まで教えて、なんかそのピックとかチューナーとか、そういう細かいのも全部教えてもらって、で、まあ、レッスン通って、まあ途中からちょっとずつね、やっぱ練習して、すごい練習したんですね。正直もう持って歩いてて、もうずっともう重いギターを、ギターケースがすごく重いんで、重いギターをね、肌身離さず基本的には持ったりとかして、まあどっかで弾けるようにやってたんですけど、まあ練習してできるようになって、少しずつ、あ、でもちょっとできるようになったかなと思っても、やっぱりうまくいかない時もあるんですよね、たくさん。でもだからそういうのに挫折しそうになったりとか、あと指が痛くて、あの、まあ、こんな自分で言ったらかっこ悪いんですけど、もう指が痛くて、もう血出るんじゃないかってぐらい、その指がその血まめみたいなのができちゃって、でも今はもう硬くなって痛くないんですけど、まあ、それもうなんかもう乗り越えれるかなと思って、痛くて弦を押さえるのが痛くて、でもそれを乗り越えて、まあ、レッスン4回だけ、1時間4回ですよ、しか行ってないけどできるようになったんですよ。まあでも社長、うちの事務所社長も、まあ、思ってたよりはあのラインを超えたからよかったって言ってくれて、まあ、まだまだ下手なんですけど、でもそれでも社長が思ってたよりはできたらしいので、僕はでもやってよかったなと思います。まあでもファンの皆さんもすごい喜んでくれたんで、本当になんか23歳になるまでと23歳になった瞬間に、そのギターをね、新しいなんか一面じゃないけど、そういうのを見せれてよかったなっていう。まあでもね、せっかくねギターももうマイギターもあるし、あのちょっとできるようになったんで、これからなんか少しずつでもね、一気に増やすのは無理なんで、さすがにちょっとね、まだ始めたばかりなんで、だから少しずつでもなんか弾けるようになっていって、なんか皆さんに披露したいなとか
思っています。だから24歳の松岡拓也もほんまにアーティストとして頑張ろうと思います。まあ新曲は2曲歌ったでしょ。で、まあ、カバーももちろん今回歌わせていただいて、まあ、8月1日の話になるんですが、サプライズゲストが来てくれて、僕本当に最後の最後まで聞いてなかったんですね、ゲストの名前を。もう誰やろうとかほんまに思って、知らんおっさんやったらほんまにどうしようとか、本当のサプライズです。むしろなんかおじいちゃんおばあちゃんとかやったらどうしようとか、もう家族とかやったらどうしようとか、いろんなこと考えながらその1日移動なんですけど、まあでもそれが仲いい人たちだってよかったなと思って、一部が読者モデルの鈴木ゴン君と大倉志門君、二人ともすごく普段から仲いい子で、でそれでね、一部ね出てきてお話ししてたら、なんかライブに出してくれみたいな言われて、秋ツアーに出してくれって言われて、はぁってなって、俺はいやそんな何の確認もせずに勝手にその出るとか言われても俺返事できんとかって言って、で後ろに社長がいて、なんか出たいって言ってるんですけどって聞いたら、社長が大きく出て丸って言って、いや軽みたいな、そんな簡単に俺のライブ出れちゃうみたいな。でそれでですね、その鈴木ゴン君がバンドやってるんですね、七種のゴンベっていうバンドやってるので、そのバンドが出るみたいです、僕の秋ツアーに、オープニングアクト的な感じで。で大倉志門君は、まあ、歌はやってないから、まあ、しゃべりのコーナーで出てくるらしくて、なんか3人のなんか3人で1曲歌うみたいな、みたいな、俺からするともうそれで声枯れましたもん、ちょっとびっくりしすぎて、え、この人たちと歌うの俺だって、みたいな、ちょっと待ってみたいな。でも社長 OK するから、いや OK じゃねえよみたいないやいや、でなんかその2人はね結構回ってくれるらしくて、秋ツアー東京だけじゃなくて全国行けるとこ来てくれるらしくて、なので秋ツアーね、シモンとゴンも来ます。なので皆さん秋ツアーもぜひよろしくお願いします。それでね、2部はね、森公平が来ました。サーターンダギーの、まあ、新選組リアンの森公平かな、今メンバーだった森くんが来てくれて、ちょっと俺それにはビビりましたね。いや大盛り上がりですよね、やっぱね。まあすごく嬉しかったんですよ、本当に来てくれたことが嬉しかったんですけど、そのなんて言うんでしょうね、やっぱ寂しくもなりましたね。出てきてくれて横に並んだ時に思い出すじゃないですか、やっぱりその一緒に活動してた時のことを思い出したりとかして、なんか変に安心感があったんです、隣にいるだけで。なんかそれがすごい切なくなったり、まあ嬉しい切ないみたいなして、でもやっぱりすごく安心感があったから、すごくやりやすかったし、森くんの時はすごく喋りやすかったし、なんか大体なんか俺がこう言ったら相手は公開してくれるなっていうの分かるから、すごくなんかファンの人も楽しそうだったし、俺らも楽しかったし、で森くんと一緒に無茶振りで1曲歌ったんですよ。僕はそのサータの曲をねカバーするコーナーがあるんですけど、いつもコーナーのところで、でも森くんも一緒に歌おうよって言ったらガチで断られたんですよ。だから歌がもともと苦手なんで、森くんはどっちかというと、なので本気で断られて、ファンの人にもって言われとって、でも俺せっかく誕生日やしと思って、すいません流してくださいみたいな、こそっと言って、そしていきなり曲になったらもう吐けれないじゃないですか、森くんも。もう仕方なしに歌うっていうね。で、なんか曲中にハイタッチしてみたいな、終わってからありがとうって拍手したりとか。でもファンの人は泣いてましたけどね、やっぱり、その再会に。でもすごいなんか今までで、ね、一番なんかいい誕生日になったんじゃないかなって、すごく思いましたね。やっぱりその、普通にその誕生日のライブも、東京のライブは20、30人ぐらい友達が見に来てくれてて、まあ来れない人もたくさんいたんですけど、2階席で見守ってくれてて、やっぱそういうのをなんか愛されてるなと思って、すごくなんか素敵な日曜日じゃなくて、素敵な誕生日になりました。なんか素敵な日曜日っていう曲なかったでしたっけ？芦田愛菜ちゃんの、そう、芦田愛菜ちゃんの素敵な日曜日が出てきた。で、本当にね、ファンの人に支えられて、友達にも支えられて、みんなから祝福されて、ね、本当になんか、嬉しい、楽しい、素敵な誕生日に本当になったと思います。本当に皆さん、ありがとうございました。芦田愛菜ちゃんかけますか、素敵な日曜日かけましょうか。そうしましょう。ということでですね、今決まりました聞いてください。それではここで、芦田愛菜で素敵な日曜日